ありがとう。こんばんは。目に刺さりそう。もう刺さりました。中村舞です。こんばんは。ご機嫌ですね。いや、もう一個もご機嫌じゃないですよ。もうすっごい雨なんですから。すごい、もうドシャドシャですよ。こんばんは。電車止まったか？いや、なんか、どうなんだろう。止まってるのもあるのかな？そう、東京です。雷やばい。そう、ずっとさ、光ってゴロゴロドーンみたいな。今どうなのかな、わかんないけど。止まってるんだ。新幹線も止まってるの？そうなんですか？そうなの。うん、ピカピカしてる。光ってる。なんかさ、ちょっと、もうちょっとの距離でもすぐずぶ濡れになる。来た時晴れてた？え？いや、もう、雨雨だったかも。え？もうなんか、外に出てタクシー乗り場がすっごいもう、混雑してて、なんか電車にね、乗ろうと思って電車探してたんですけど、電車が結局乗りたい電車が分かんなくて、見つかんなかったんですよ。諦めた。 もういいやと思って、マジでね、むずい。電車。意味がわかんないわ、もう。わけわかめ。本当に。でもね、やめたんだよね、探すこと。諦めました。ありがとう。警察じゃない。検索するよ。検索するんだけど、で、私は、KK みたいなやつ、KK に乗るんだと思って探してたんですよ、KK を。なんかでも、なんか JY とか JK とか、なんか、そんなんばっかりあって、全然 KK がなくって、うわ、KK どこみたいな。で、ずっと探してたんだけど、わけわかんなくって、途中で諦めたんだよね。え、わかんない。あれで呼んでるから、私。そういう感じの。丸の中にさ、書いたんじゃんか。あれ。KK。あ、そう、アルファベットで見てるから。アルファベットで見る。だから、A とか G とか。これこれこれみたいな感じで。ちょっとよく分かんなかったですね。色じゃなくて、なんとなく色も分かるけど。よく分かりません、やっぱり。難しいですね。でもさ、もうなんか、電車もすごい人多かったな。にありがとう。
お盆休みか。ゲリラ豪雨なんか多いよね。なんかなんて言うんですか、スコールみたいな感じの多くない？なんか急に土砂降り、もうブワーみたいな。しあさってお盆、なんか今年お盆長い、長かったりする。ありがとうございます。帰省ラッシュですね。9連休お盆休みありますか？私、お盆って何日から何日までかいね。何やってるんだろう。13から15？わかりません。何やってるのか。徳島いるわ。そうだ。徳島だ。そうだ。休み、そうなんですよ。もう8月は終わりまでないです。8月はね、いっぱいいろいろあるので。そうだ、徳島だ、13日。広島から徳島遠いよ。結構徳島遠いね。何で行っても遠い感じがするんだけど、なんか乗り継いで行っても結構時間かかるし、車で行っても時間かかるし、ちょいと遠いですね。愛媛から徳島も遠いよ。遠い遠い。いや、まあ愛媛のどこかにもよるかもしれんけど。学生時代徳島に行くことありましたね。なんかあったっけ。ありましたよ。あったかな。ありました。なんか私クラシックバレエ習ってたんですけど、なんかそのバレエって、まあ、発表会とかもあると思うんですけど、それ以外に、まあ、コンクールってのがあるんですよ。コンクールはあのこうもう本当にめっちゃ上手い人たちがいっぱい出るんですけど、コンクールに、まあ、中学生ぐらいから参加してたりしてて、で四国バレエコンクールってのがあるんですよ。でもその四国バレエコンクールで勝ち抜いた人は全国に行くみたいな感じなんですけど、とりあえず四国で戦うんですよ。でその四国バレエコンクールで毎年開催地が4県変わるんですよ。
今年は愛媛みたいな、今年は徳島、今年は高知、今年はみたいな感じで、あの香川って感じで、こう4年に1回こう自分の県が県でやるみたいな感じで、そう毎年そうローテーション制なんですけど、それで行った気がする。徳島は四国オリンピック、いやそういう感じです。四国4県回ったか、いや徳島と、いや香川のコンクールは出てないかな、だから3県ぐらいしか、なんか出たり出なかったりしてたので、毎年あるんですけど、何人くらい、え、いっぱいいるよ、めっちゃいるよ、めっちゃいるし、めっちゃみんな上手いし、もう本当に震えるあのもうすごい、なんて言うんですか、独特な空気感があって、なんかステージリハみたいなんが、まあ、あるんですけど、一気に行うんですよ。じゃあ1番から30番までの方どうぞみたいな感じでステージ貸してもらうんですけど、みんなが一気に入ってって、で、まあ、一人一人一曲踊るからさ、みんなそれぞれ自分のリハをそこでするんですけど、もうなんかあの空気感は本当にちょっとあまりもう味わいたくないっていうぐらい緊張するし、あ、そうスケートみたいな感じ、あのもっと人数多いバージョンみたいな、一気にみんなが同じステージでリハするみたいな、おのおの、でみんなそれぞれバレエの先生、みんな、まあ、いろんなバレエスクールの子たちが集まってるから、みんなバレエの先生と一緒にいるんですよ。でバレエの先生がこう見てて指導したりとか、音楽はかかってません、無音、無音っていうか、もうすごいトーシューズの音が響き渡るって感じ、もう足音、ぶつかったりしないように、今空いてるから斜めの回転いけみたいなもうなんかあの今空いてるからみたいな感じで、こう隙を見つけて自分のこうやりたいところをやるみたいな、得点、いや分かんないんだよね私。でもなんかうちうちでは出てるらしいんだけどね、知らされないから、なんかバレエ何点〇〇さんとか言われないから、何位とかでしか呼ばれないから、その点数がよくわかんないけど、点数は見えないところかなにある、だからな、全員わかんない。でもなんか噂では本当は点数はついてるから、言ったら教えてくれるみたいなの聞いたことあるけどでもさ難しいよね、だってさバレエってさ別になんか技で点数が決まるわけじゃないんですよ。だからなんかこれやったから何点とかないから、結構審査員の人によってまあなんか変わるのか分かんないですけど、結構難しいと思うんですよね、点数つけるの。芸術点って言うんですかね、なんか別に多く回転した方がポイントが高いとかそういうのはないです。あの2回転するよりも1回転を綺麗に決めた方が多分高いと思います。そういう感じだと思う。だからいかにこうどう綺麗に踊るかって感じだと思う。ジャンプの高さ、あでもなんかそういうのは結構見られるかもね。
声援はない。なんか静かなのがもう暗黙のルール的な。会場の手拍子ない。コンクールは 100% ないです。音楽はある。だいたい1分半ぐらいなんかな、分からんけど。拍手、なんかコンクールによっては本当に拍手がないコンクールもある。踊り終わった後も拍手ないコンクールある。全然本当にもう審査って感じで。そうですよ。でも拍手があるコンクールもあると思うけど、終わった後に。なんかそれぐらいすごい緊張感があるんですよ。そう、空気が。課題曲、なんかバレエには演目があるんですよ。バレエってなんかいろんな作品があって、でその中に入ってる、まあ、なんかバリエーションっていうのをやるんですけど、バリエーションの説明が難しいな。なんか、わからん。なんで説明したらいいかわからんけど、その作品内に出てくる曲をやったりする。なんかもうバレエの曲って決まってるんですよ。この曲、この曲はこの役のこの人の曲みたいな感じで。作品の一部分を、まあそんな感じです。そう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 。例えば「眠れる森の美女」っていう作品があるんですけど、まあ結構あらすじはあのあれですね、よくある童話と一緒だと思うんですけど、その眠れる森の美女っていう作品に出てくる第3幕のオーロラ姫のバリエーションみたいな感じで、そうなんか作品内のなんかのその曲をやるみたいな感じですね。もう何でもその作品は自由だと思うんですけど、曲はもうこれだよねみたいなのはある。王子やってもいいの？男性は王子やってもいいです。女性はあの女性のバリエーションやります。あの全然違うんですよ。もう本当に違うんです。まあ、男性はトーシューズ履かないので。作品を選ぶ基準、もう好きなやつ、好きな曲でもいいし、この役が好きだなと思ったらこれでもいいし、なんかうわこの、このここの回転苦手だなと思ったら別の曲選ぶとか、なんかみんな自由。結構初めて知った、履かないの。え、そうですよ、男性は履きません。トーシューズ、つま先立ちしません。そうなんです。あの多分審査方法も違って、多分男性とかの方がジャンプ力とか見られたりするし、もう全然違う。例えば空中で2回転とかしたりとか、女の子はしない技とかをやったりするから全然違います。その全然違う、本当に回転、まあ、回転、なんか違いますね。本当にほぼ違う。なんかなんていうんかな、女性がしないこといっぱいしてる。リフト？あ、リフトは二人で踊るときですね。バク転、バク転はしません。
何するかな、まあ、見てみたらでも全然違うと思いますよ。本当にすごい違いますね。なんかもっとエネルギッシュな感じがすごいします。でもね、なんかこれはなんかあれなんだけど、あの男性は基本履かないんですけど、なんかある外国のバレエ団がだけなんか男性が女性に扮してトーシューズを履いて踊るバレエ団があって、なんかしかもネタみたいなバレエ団があったんですよ。なんかそこそれだけ男性が履いてるのはそれしか見たことがないんですけど、ネタ、ほんとネタみたいなバレエ団があるんですよ。モンテカルロバレエ団だったかな、有名、ほんとお笑いみたいなバレエがあるの。もう本当にムッキムキの人たちが女の子の衣装を着て踊るの。もう本当に肩幅とかもこんなカッカッって感じで、もうちょっとあのいろいろ出てる笑い起きるの、笑い起きるの、これがなんか本当バレエコントみたいな感じで、もめっちゃうまいの、笑い起きるバレエ団。あれはもうちょっと半分お笑いみたいな感じでもめっちゃうまい、すごい。ゼリーフルーツありがとう。モンテカルロバレエだ。面白いです。女性いない、いなかったかな、わかんない、どうだったかな、うん、ありがとう。物知りなきゅ、バレエをやってたのでバレエのことは分かるんですけど、それ以外のことは一個も分かりません。本当に全然分かんないです。バレエのことだけわかります。バレエのことだったら何でも聞いてください。電車のこと、電車むずいよほんまに。もうなんか電車みんな来た瞬間に一気にブワーって早足でみんな乗ってって、あっという間にみるみるうちに電車の中がパンパンになって、もうみんな意地が何でも帰るぞみたいな勇ましい目をみんなしてて、本当にみんなね、もう絶対に帰ってやるからなみたいな感じのなんかオーラを感じたんですよ。満員電車だよ。今日それだった人がいる。通勤ラッシュ？でもさ、今日雨だったからムシムシしてたね。
待っててもすかない。そうなんですよ、そうなんです。でも今雷の音しないな。アップルウォッチどこ行ったのか。アップルウォッチつけてないんだけど、しまってるんだけど、あとヘッドホンもつけてない。あれ水没するわ夏なんかさ、あれ買おうか迷っとんよね。あのこのなんだっけ、エアポッツ。マジでさ、あのヘッドホンとかもさ、こうなってさ、それもこの辺がムシムシしてさ、なんか水没するんじゃないかってちょっとさ思って、うん、今使ってない。冬はあったかくていいけどね。やばい、くしゃみ出そう。うわ、出すな、出すな。あ、そう、こう、なんか、ここ、こんなやつ。出てるやつ。エアポッツ。くしゃみ、見たかった。ごめんね。くしゃみね。最近何聞いてる？なんだろう。ミセスさん。でも何かな。なんか音楽をめちゃくちゃ聞くわけじゃないんですけど、ミセスグリーンアップルさんは聞いたりするかも。なんかね、歌詞がすごいね、めっちゃいい、本当に。クリボーつながり。いや、あのでもクリボーとしてやってないですよ。なんか縦眉毛っていうあれでやってるから。そう、歌。でもなんかさ、絶対に歌聞いても歌えん。なんかなんて言うんですか、むずい、むずくて歌えんわ。なんか歌うのむずすぎて絶対歌えん。キーが高い、え、わかる？高い、高いよ。歌えん。歌ってみません。いや絶対に無理じゃ。なんかね、あれが多いんよ。すごい高音のね、なんて言うんですか、裏声っていうか、ファルセットっていうか、なんて言うんですか、なんかミックスボイスなのかな、いやわかんない。なんかめっちゃ高いんよ、ほんまにもうすごいって思う。でん、出ません。でもなんか曲は好きだから、めちゃくちゃ。聞くかな。好きな曲か。
ろうな。でも結構いろんなのあるんだけどな。今度まとめとこ。ライラック、でもなんか最近のさ、なんかカウントダウン TV だったかな、なんかめっちゃランクインしてたな、ライラックとか。そこの辺、あ、鬼に出すファンホールドライラック、君を待つよここでね。うわー熱い、ちょっと待ってクーラー、今室内温度27度で設定温度28度だったわちょっと下げよう。服散らかっとる。ちょっと待って、見えた、恥ずかしいんだけど、ちょっと待って、見えちゃダメなんだって、明日の服広げてたから。ちょっと待って待って、見えた、やばい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 、なんか見えた。何が見えた？ちょっと待って。待って。何が見えた？やばいやばい。ちょっと待って。茶色が？それだけ？それだけですか？茶色と黒？待って、でもこれはいい、これはいいんだけど、脱ぎ捨てた、違う違う、明日着る服を出しよったんで、ここにベッドの上に置いといた。やばい、ちょっと待って見なかったことにしてください。やばいやばい、動揺したわ。ほぼ見えてなかったから、本当に見えてないって言って、もうこういう時は見えてないって言っとくんですよ。明日はどんな感じの撮影か、もう明日はキャーって感じです。どんな感じやどんな感じやね。今何分？54分。ね、ちょっと昨日いっぱいお礼をしたんですけど、本当に漏れてる人がいて、あのタワーのお礼が、なんでちょっと今させてもらってもいいですか。本当に申し訳ありません。教えてもらいました。はい、わかりました。あ、教えていただきました、ありがとうございます。今こう55分か。ですね、きなぺこさんですね、ありがとうございます。じゃん、これは何だと思いますか。気になる方は、中村舞ファースト写真集の公式アカウントをぜひチェックしてください。きなぺこさんありがとう。ダイイングメッセージね、なんかちょっと事件性ありましたよね。ありがとう、きなべこさん。申し訳ないです。謝られてた。ごめんなさい。こちらこそすみません。私が悪い。ありがとう。
ありがとうございます。そう、赤いパーカーの、いや、こんなオフショットがあったんですよ。他の人は、あ、昨日やりました。で、あの、まだ全部はできてないです。あ、6月9日分まで終わりました。やりました。すみませんね、お風呂入ってね。お風呂入る。おやすみなさい。え、ちょっと待って、ダンジョウブアか、あ、パオさん、カズピースさん、ハヤリンゴさん、あ、なんか名前だ、ハヤリンゴさん、福ちゃん丸さん、アッサンさん、クマネパパさん、ウマちゃんさん、考えなしさん、きなぺこさん、フレッシュメロンさん、ティンさん、マサさん、1位はドルルルン、東京のサナさんでした。ありがとうございました。58分。あのさ、セブンイレブンに売ってるさ、スムージーあるじゃないですか。あれのメロン味がめっちゃ美味しいんですよ、本当に。あの、でもなんか広島で見つけれなくって、多分広島では売ってないんですよ。で、東京に来た時とかはあるから飲むんですけど、めっちゃ美味しいの。飲んでみて、本当に美味しいから。メロン味、地域限定か分かんないけど、あれめっちゃ美味しい。メロン好きは絶対好き。おやすみ。おやすみ。スムージー、そうそう、あのセブンのスムージー。また明日。ありがとう、見てくれて。明日頑張ります。また明日。おやすみ。あ、59分だ。お疲れー。ぐわー。雨には気をつけて、雷にも気をつけて、暑さにも気をつけて。おやすみ。明日何曜日だ。明日は木曜日か。木曜日でーす。また明日。